えー、それでは、えー、司法書士合格講座、えー、全体構造編の一回目を始まります、えー。皆さんこんにちは、えー。担当はレック専任講師の赤松です。えー、本日からですね、えー、来年の試験に向けて長丁場のお付き合いとねなりますけれども、えー、どうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、とまずは全体構造編三回行っていきます。でえっ、ー、とこちらの全体構造編は。 えー、法律の勉強が全く初めてっていう方もいらっしゃいますから、まあ、本当に、えー、法律のいいろはを勉強していきます、まあえー、と法律で、えー、使う言葉どんな言葉を使っていくのか、えー、それから法律ではどんな考え方をしていくのか、えーまあ、そういったところに、ねえー、慣れていっていただく ということを目的としています。まあ、合計3回ありますけれども、えー、まあ、特に民法という科目、少々試験で一番出題が多い科目です。えー、民法という科目を中心にね、えー、勉強していくことになります。まあ、それで、えー、少々試験でまあ、全体としてどんな科目を、えー、勉強していくことになるのかですね。まあ、その全体像をまず掴んでいただきます。 でそれを三回実施しまして、その後ですねから本論編ということで本格的な勉強が始まっていきます。全体構造終わった後は憲法、それから次に民法、不動産登記法とね順番に進んでいきます。まず全体構造編の方はこちらのブレイクスルーテキストをですねこ。こちらをまず使用していきます。ブレイクスルーテキスト。<laughs> それからお手元に届いていると思うんですが。 えー、こちらの、えー、ブレイクスルーの補助教材というもの、えー、これも使用していきます。でこちらの補助教材これは、えー、とまた講義の中で説明いたしますが、えー、ブレイクスルーテキストの欄外に、えー、切り貼りをしていただくというものになります。まあ、そのの都度指摘をしていきます、えー、とこちらのメインテキストを このメインテキストで、えー、補足すべき論点それを、えー、補助教材としてお配りしていますからそれを欄外に入れていってもらって、えー、それで情報を、えー、メインテキストの方に、ね、落とし込んでいっていただきます。で最終的にはこちらのメインテキストですね、まあ、このテキストだけ勉強すれば、まあ、これで合格に十分というねそういったテキストを作っていきます。まあ、これは、えー、全体構造限らずですね、まあ、それ以降の科目憲法民法などでも同じ要領で進めていきます。 はいえー、っとそれではあの今日から始まるんですけれども、えー、最初にです、ねえーあまあ、簡単に自己紹介しておきましょうかあのレック専任講師の赤松と、ね、言います、まあ、名前は、ね、お分かりかと思いますが、えーっとまあ、皆さんあの、の聴者指揮を目指されたきっかけねいろいろある,、えー、あると思いますでガイダンス等でもお話しさせていただきましたが私はもともと塾の先生やってました。 出身は関西外大とというところの出身で外国語学部英語の勉強を、えーまあ、しかできなかったんですけれどもそれで大学出てしばらくは、えー、塾の先生をやってましたそこで教えていたのは本当に、えー、受験、えー、知識、えー、で中学生対象には英語、えー、小学生対象に国語を、ね、教えてました本当にあの受験指導です。 でそれでしばらくやってまし,たからややって,ましてから、えーまあ、ずっとこの仕事って大丈夫なのかなっていうことがだんだん不安になってきて塾の先生って若い人が多いいんですで若い頃はいいんだけど年を取っていくと、えー、自分の先輩の先生どんどん辞めていっちゃうんで一生この仕事できるのかなって不安になってきたりしたところがあってそれでこの資格を目指そうと思ったところがありました。まあ、皆さんも動機はもうそれぞれいろいろだと思いますけどね 同期は別にせよもうあの目指したからにはもう必ず資格を取ってください、ねまあ、これはもう約束してほしいと思いますで、まあ、私も、まあ、そういった、えー、っときっかけでちょっと将来に不安を感じてこの資格を目指し,目指したところがありました、えー、そして、えー、私もこのレックでですねあの初め勉強しました全く法律の勉強したことがなかったんでこちらレックの方で皆さんと同じ講座です こちらの講座を利用させてもらってそれでこの試験の勉強をしましてそして一一応試験のの方は1回ででで受かることができまししたなので皆ささんも当然一発合格を目指してくださいで私自身がね1回で受かってますからどうすれば1回で受かることができるかあるいは短期で受かることができるかもうそれは重々分かっているつもりですからそれを皆さんねどんどんどうすればいいのかということをお伝えしていきます。 で皆さんは、ねまあ、それを、えー、受け取ってもらってね、まあ、それに従って勉強、えー、していただければと思ってます。で、えー、っとそれであの1回でまあ合格しまして、えー、で司法書士になった後ももともと塾の先生やってたんで、えー、この仕事が好きだったんです講師の仕事が好きだったんで、まあ、司法書士になった後も引き続きこういう形でレックで講師業をさせてもらってます。なので今は 個人経えなんで平日自分で事務所をやりつつ、まあ、こういう形で土日または平日の晩にはレックに来させてもらってね、まあ、それで講師業させてもらっているところです。はい、で、えー、っと最初は皆さんねあのお伝えしておきたいことは、えー、っとまずはねあの今日のこの初心を 絶対忘れないようにしてほしいんです。初心はするべからずね。まあちょっと古めかしい言葉でもありますが、まあすごくあのこの試験乗り切っていくことで大事なことです。初心はするべからず。私もあの受験生時代ね、もうちょっとかっこ悪いですが、あの初心はするべからずで紙に書いて、えー、もう合格するまでは絶対これ剥がさないということで、えー、壁に貼り付けてね、えー、それで勉強していました。でこれはあの。 最初はね当然もやる気満々なんだけどどうしても長丁場だから途中で誰で来てしまうということがどうしても出てくるんです。でそんな時に、えー、最初自分がどんな気持ちでこの勉強をスタートしたかそれをあの思い出すようにしてほしいんです。ね、そして、えー、ちょっとやる気がなくなってしまった、ね、倦怠期に入って、えー、しまったという時もですね、えー、その初心忘れるべからずということは思い出してもらって。 ね、最初どんな気持ちでこの勉強をスタートしたか、ねえー、それを思い出してねまたあのそこで、えー、気持ちを取り戻しししてて勉強再スタートでできるようにほいんです、ね、ずっとこの最初の真切、えー、な気持ちを、ねえー、忘れないように1年間乗り切ってほしい、えー、と思います。 はいえー、とまずはその、えー、初心はするべからずっていうことね、まあ、これをしっかり肝に銘、えー、じておいてください。えー、とそれから、えーとえー、次はですねあのもう絶対に、えー、諦めないこと、ねまあ、これも初心はするべからずと同じだけどね、えー、皆さんあの今日勉強スタートして、えー、もう今日諦めようと思っている人はいないはずです、ね、だからその気持ちをねもうずっと持ち続けること。 ね、これからやはり勉強どどんんん増えてていっだ、ね、でも大変になってき、えー、たとしてももうそれを覚悟の上で皆さん勉強を始めるわけだからねもう絶対に途中で諦めないそれだけは約束してほしいと思いますもう諦めちゃったらもうそこで終わりだからね諦めたら、えー、5億はないです、ね、なのでもう絶対途中で諦めないように。で えっとこれはですねあのまず全体構造がスタートしてえそれから次にえ憲法民法と入っていきますでえっと大体あのそうですね中盤あたりまではいけます大抵の方ね中盤あたりまでは大丈夫でちょっと中盤ぐらいを過ぎちゃうと,えっとそこで何ぜかぷっとねあの緊張の糸が切れてしまうという方がたくさん出てしまいます なのでその頃また申し上げますが、まあその頃要注意してください。まあ特に会社法という科目が始まったあたりです。民法不動産東京終わってね、会社法という科目が始まったあたりね、そこでまたちょっと気持ちをき引き締めてね、勉強、えー、再スタートしてほしいとほ、えー、しいと思います。えー、それともう一点ね、もう一点が、えー、まあウェブだけでご覧の方もいらっしゃるかと思います。 で今日このように生クラスでお越しの方生クラスで申し込みの方ですねこの方はもう絶対に欠席をしないこと解禁を目指してほしいんです解禁を目指す。でどうしてもやむを得ない事情で休まないといけないということがまあたまにはあるでしょうこれは仕方がないです。 どうしても今日だけは、えー、仕事の都合でねどうしても出席できないんだ、ね、あるいは熱が出てしまってどうしても今日だけは出席できないんだ、えー、やむをえない事情があれば <coughs>、まあ仕方がないです、ね、でも、えー、そういったやむをえない事情が、えー、ない限りねやむをえない事情がない限りは必ず出席してください、ね、もうあの本当に会期を目指すつもりで頑張ってほしいんです会期を目指す で、えっ、ー、とこれもどうしてかというと、あの出席率は合格率に比例すると思ってください。出席率が高い人がやはり合格率高いです。で、あ、えー、の冒頭説明スタッフの方からね講義前にありましたけれども、まあ、確かにあの休まれた時はウェブで見ていたこともできます。ね、ただあのそれが実際できるかというと、なかなかこれ難しいんです。 やはりあのこうやってもう生クラスにあの講義やってる時間帯ねもうそこに無理やりでも自分を連れてきて強制的ににも自分自分身に講義を受けさせるとということです休んだらなかなかねえそれできっちりフォローができるかというと難しいねで一回休んじゃうとどんどんそれが癖になっていっちゃいます前も休んだからね次もちょっと面倒だから今日も休もうか。 という形で、えー、休み癖がついちゃうんです、ね、でその休み癖がついちゃうと結局は、ね、もうずる,ずるもう結局はもう来なくなっちゃうということになってしまうんですね。まあ、なのであの決してねもう休まないようにしてください。ね、1年間ありますけれども、ねえー、この講義やってる時はね、えー、とにかくここに出てくることです。 まあ以上の三点をね、あの最初に肝に銘じておいてほしいと思います。まずは初心はするべからず、ね、今日の気持ちを忘れないこと。ね、それから決して諦めないこと。諦めないこと。ね、そして、必ず出席すること。出席することね。はい、この三点をね、ぜひともお願いしたいと思います。 はい、それでは、えっと、来年の、えー、試験の合格に向けて、ね、一緒に頑張っていきましょう。はい、では、えっと、テキスト、こちらの全体構造編ですね、こちらを使っていきます。えっと、使用するのはこちらの全体構造テキスト、えー、それから、えー、ブレイクスルーの補助教材ですね。このの補助教材の方はは、えー、お忘れになった時は えー、テキストのどこにこの補助教材の切りありをするのか、ねまあ、それはあの講義の中で聞いておいてもらってそしてご自宅に帰られて、ね、それで切りありをしておいてください。であの逆に持ってこられてる場合も、ね、あの切りありについては基本的には復習のときにしてもらったらいいかと思います。ね、講義のときは講義に集中してもらって、ね、で復習の際に該当箇所を切りありをしていくようにしてください。まあ、慣れてきたら ねあのもう講義中にこう自分でキリ,キリアリをされている方もねあの出てきますけれどもそ,その点はもう皆さんねお任せいたしますで基本的にはこの二 <laughs> 点ブレイクスルーテキストと今の補助教材ねこの二点があれば大丈夫です、えー、特に六方全症とかねそういったものを別途持ってきていただく必要はないです、えー、とそれと筆記用具が当然必要です <laughs> 筆記用具でえっ、ー、とマーカーが えっと私の方では前の画面に移していきますけれども一応三色使っていきます。私の方では黄色とピンクとブルー三色使っていきます。で皆さんはご自身あの好きな色でねマークしてください。えっ、ー、とねちょっと移してみましょう。 これ今日は後でやります。えー、っとこうやこういう形でタイトルにあたる部分、こういった部分は私の方ではブルーでマークしていきます。まずタイトル部分ね。まあタイトルをマークすることでここで今何の論点を勉強しているのかということ、まあそれがパッとえ見やすくなります。まずタイトルをマークしてもらうマーカー。それから本文の方こんな感じでマークしていきます。でこれはえ黄色で塗って 黄色で塗って上からこの部分ピンクで塗ってます。まあピンクのマーカーはこんな形で使っていきます。でこれはキーワードです。キーワードまあ大事な文章をこうマークしてそれからさらにその文章の中でキーワードになるところそれがわかりやすやすいようにねこんな感じで重ねてピンクで塗っていきます。まあそれで合計三色必要と考えておいてください。 テキストの方が全体構造テキスト合計で172ページあります、合計172ページ。全体構造編、合計で3回ですから、まあ、大体その回数に沿って、ね、ページ進んでいくと思ってください。まあ今日は1回目ですから50ページ前後ほど進むと思っておいてください、50ページ前後程度。 それとあのごめんさんマーカーは、ね、今の通り <laughs> 3種類ご用意いただいてそれ,当然それ以外の筆記用具、ね、えー、鉛筆だとかペンなども、ね、当然必要です。えー、そしてあの私がお話しする内容、えー、こうメモを取ってもらうということも、ね、あるかと思うんですが、えー、そのメモはテキストと別なノートを取ってほしいんです。直接テキストに書くんじゃなくてね、あのー まあ、今日初めてですけれども、えー、別なノートをご用意しておいてもらってそっちにまず、えー、メモを取っていくようにしてみてください。えー、どうしてかというと、あのー、初めて勉強する時はあのー、講師が話している内容全部大事に聞こえちゃって、あのー、その講義の内容をもうほとんど全部こうメモを取っていかれるっていう方がねいらっしゃったりするんです。でもそれは あの後でよくよくあの落ち着いて振り返って、えー、考え直してみると、えー、試験にはそんなにあの直接、えー、関係はないところだ,だぞとかねそういったところが結構あったりするんですなのでとりあえずは、えー、別なノートにメモを取っておいてそして後で復習してあこれはどうしても必要な知識だと考えられるものねまあそれをテキストに補充していくっていう,うにしてみてください。 最初からテキストにこうメモを取っていくと、えー、テキストがすごく、えー、見づらいテキストになっちゃうんですあの必要でない情報もこう入っちゃうからねできる限りすっきりしたテキストを作っていってほしいんです見直す時に、ねまあ、そういった意味でメモはまずはテキストと違うところにね書いといて、ね、それであとで写していくっていうように、ね、してみてください。 はい、それではテキストの内容を見ていきましょう、全体構造テキストです。はいえー、とまず第1編、使用書士の、えー、業務内容というところです、第1編。えー、と特にこのあたりはマークするところはないです。で、えー、使用書士がどんな、えー、業務をしているか、大体のところは皆さんお分かりだと思います。 えー、テキスト3ページ見てください3ページ投機業務投機業務、えー、これが使用の、えー、一応ね仕事のメインとなるところ、えー、この投機業務が平均的には8割から9割程度を占めると思ってください事務所によってそこはいろいろですい,いろいろあの専門があってねもう投機業務100%でやってますっていうそういった事務所もあるし逆に あのうちは裁判業務だけですとかちょっとまれだけもねそういった事務所もあったりしますあるいは成年貢献という仕事もあるんだけど成、えー、年貢献だけやってますとかねそんな事務所もあったりしますなのでそこは、えー、と皆さんが、えー、自分が興味を持たれた分野得分野を作ってもらってね、まあ、それに特化して、えー、していただければいいかと思います。まあ、平均的なことを言いますと大体この投機業務が全体の8割から9割を占めていきます。 そしてそれ以外の業務として次のページ、えー、弁護士さんと同じように四ページですが訴訟業務を扱うこともありますそれから五ページの成年後見業務これは高齢化が進んで認知症になられる方が増えてきていますそのように判断能力をなくした方の まあ保護者になってあげるっていうそんな仕事となります。それが成年公言業務。えー、それから次の六ページですが、まあそういっいろいろまあ遺言書を作ってあげるとかね、それからえ会社の中で資格を生かされるという方、まあ今はまだ少数派だけどね、まあ徐々に増えてきています。 それと、えー、障害業務っていうのはこれは外国人の関係の仕事となります。まあそんなところ、えー、特化されて仕事をされている先生もいらっしゃいます。まあそういう形で登記業務が一応メインなんだけど、いろんな仕事ができる資格と思っておいてください。まあそこは、えー、自分が興味を持った、えー、分野をね、えー、探して、まあそこを得意分野として行ってもらったらいいかと思います。 でこの司法書士の仕事の、ねまあ、私がいいなと思っているところは、えーまあ、あまり紛争性がないところです裁判業務も当然、えー、あるんだけど、えー、弁護士さんと違って、ね、あのいつもこう相手と戦っているようなそんな仕事じゃないんです、司法書士はで。どちらかというと、えー、そういった紛争にならないようにしてあげようという仕事です。 えっと、病院で例えると弁護士さんはちょっと重い病気になっちゃって行くような大病院みたいなイメージですで司法書士はそうじゃなくて、えー、町のかかりつけ医そんなイメージと思ってください本当にあに市民の方が気軽に法律相談できるっていうねそんな仕事ですそしてねそのまあ相談を受けて、えー、大きな紛争にならないように予防してあげる、まあ、予防司法とも呼ばれます まあそんな仕事だだと思ってくださいで、えーまあ、そんな形で、ねあのまあ、紛争性が、ね、あんまりない仕事ですから、えー、なんていうんでしょう例えば登記業務が中心なんだけど、ね、お客さんはねあの、まあ、登記してほしいということを望んで依頼に来られるわけ、ね、で、えー、その望んでることをしてあげてそれでなおかつ報酬もいただける。 なので別に仕事をして、えー、特に誰から恨まれることもないですねみんなニコニコねみんなニコニコしてねそれであの報酬も頂戴できるっていうねまあすごく、えー、恵まれ恵まれた仕事じゃないかなと思ってますまあそれとこの少数氏っていう集団は、えー、非常にあの和をたっとぶ集団だと私は思ってますこうどちらかというとこう和を大事にして あのみんな仲良くやっていこうっていうのはねあのそんなきあの職業集団かなと思ってます。あの仕事によっては仕事によってはていうか、まあ、むしろこんな仕事の方が多いかもしれませんがむしろあの自分のライバルの足を引っ張ったり、ね、ライバルを蹴落としたり、ね、仕事によってはそんなところもあったりするかと思うんですね。もう主張主張は本当そんんなななところろ全然ないですもうむしろ、ね、あのみんな 協力し合ってね、それでまあこの業界を発展させていこうっていうね、まあそんな職業集団だと思ってもらったらいいです。はい、なのでまああのまあすごくねあのやりがいがある仕事なんで皆さんぜひね、えー、おなぐまい利を果たしてほしいと思ってます。はい、えー、それたちがテキスト７ページ見てください。 はいテキストナページどんな試験かまあこれも大体のところはお分かりだと思います次のページ見てください八ページはい八ページねえっ、ー、とそちら試験科目午前の卓一合計三十五問で午後の卓一が合計三十五問そして午後は記述が二問出てきます。 これで合計280点満点の試験ですで、280点満点中だいたいどれくらい取ったら合格かというと8割と考えてくださいこれかなり高めに言ってますかなり高めで8割年によって変わりますこれ初めからあの合格点決まってるわけじゃなくて上位600名程度上位何名という形で取っていきますから 問題が優しければ、合格点上がります。で問題が難しかったら、下がります。ね、そういったあの相対的な、試験なので。え初めから。最低合格点が決まっているわけではないです。ただ、あのざっくり言うとね。あのざっくり高めに言うと、八割。総合けで八割取ったら、まあだいたいどの年でも合格できる。と思っておいてください。ね、なので、とり、とりあえずはそれぐらいが目標。で、もう一つ。 あのこの試験には基準点というものが設定されます。十ページ見てください。十ページ。<laughs> はい、えっ、ー、とね、十ページの、えー、図表。まあこれも特にマークとか結構ですからね、えー。基準点というものが設定されて、午前の卓一、午後の卓一、それから、えー、午後の基一。それぞれ基準点が設定されます。 これも大雑把な目安だけど午前の択一の基準点が合格年と、まあ、ほぼ同じぐらいで8割程度と考えてください。八割。午前はちょっとハードルが高いです。はい、それから午後の択一、これが7割,7割 <laughs>、はい。そして期日が5割。午後の期日は5割。 大体そんな感じです8割7割5割8割7割5割、ね、そんな感じでイメージしてください。でそこを最低クリアした上でなおかつ総合計で8割程度あるそれで合格です。なのでこの試験ちょっと、えー、残念なことに。 総合系では合格点があるんだけど今のどこかの基準点に引っかかってしまって不合格になってしまうそういったことが起こり得る試験ですこの基準点は必ずクリアしないといけませんですのでこの試験向いてる、えー、人はバランスがいい人とよく言われますバランスがいい人、えー、特にズバ抜けた能力とかねそんなのはいらないですからね、えー ただまずは当然あの頑張って勉強をすること、えそして、えー、不得意科目をなくすことです。<laughs> 不得意科目をなくすこと。ね得意科目ってのは別にいらないです。何か得意かっていうのはね。はいでも逆に、えー、特にこの科目は不得意だなっていう科目がないようにしていくことです。バランスよく点数を取れるようにしていくこと。これが重要です。 じゃあもう一度、ね、8ページ戻ってください,ページ <laughs>、はい。そんな感じで基準点をクリアして総合計で8割程度を取ること、まあ、それで合格なんですが、えー、そちらの科目、まあ、これ全体構造終わった後順番に勉強していきます。でこの使書試験の大変なところが、えー、科目数が多いところです科目数が多いところ。 まあそれが一番大変なとところだだ思ってください、えっと、一つ一つの知識は別に難しくないです一つ一つやることはね。でそれはかんそんな難しくないんだけど、えー、科目はこれだけあるんです。はい、なのであの一個一個はその難しくなくても範囲が膨大だから全部なかなか覚えきれない、ね、それで合格に、えー、達しない、えー、ということになります。 なのでそこをあのいいかかにうまくくやっていくか範囲が膨大なんだけど、えー、そこを、えー、本番ではねなんとかこの全範囲の知識を、えー、頭の中に詰め込んでそれで試験に臨むことができるようにしていくか、まあ、そのためには、まあ、講義の中でそう当然ねそういったスタンスでやっていきますけれどもできる限り勉強量を減らす勉強するところを減らす。 からできる限り、えー、その勉強する内容をうまくまとめていく覚えやすいように、ね、うまくまとめていく、えー、そういった工夫が、えー、極めて必要となってきますできる限り絞り込んでねなおかつ、えー、うまくまとめていくでそれは私の方でやっていきますから皆さんそれに沿ってね勉強していってくださいはいそしてそちらの科目を見てもらってずらっとね科目が並んでいますけれどもまず午前のところを見てください午前 えー、午前四科目出てきますで、その中で特に出題数が多い科目、えー、民法とそれから会社法この二つ憲法と刑法は3問ずつです午後の方を見てください午後の方は <laughs> 出題が多いのが不動産登記法それと、えー、商業登記法 はい。これ、えっ、ー、と、実際に消費者の、えー、業務の中心が、えー、その不動産登記と商業登記だから、えー、当然試験の取材科目としてもね、増えてきます。で、今の合計4科目、午前の民法、会社法、それから午後の不動産登記を、商業登記を、これを主要4科目と呼んでいきます。主要4科目。とりあえずはこれが勉強の中心となっていきます。主要4科目。 で総たの科目のことはマイナー科目と呼んでいきます。総たはマイナー科目。でまずはえっ、ー、と全体構造終わったら、えー、マイナー科目の中で憲法だけは先にやっていきます。<laughs> で憲法まずやりまして、えー、その後主要4科目、えー、民法で不動産登記法そして会社法商業登記法ね進んでいきます。 まあ、とにかく会社法ね会社法頑張りましょう今から言ってもちょっと変だけどねあのまあ民法が当然大事なんですよ、ね、民法が当然あの20問出てくるからね、まあ、これが当然一番大事、ね、なんだけど、ね、民法は一番最初の方に勉強するから、ね、あんまりここでリタイアっていう人はあのいないわけ、ね、で民法不動産登記終わった後の会社法ねちょっとその辺で息切れしちゃうっていうことが多いからね えー、とにかくその会社法をね、えー、まずあの目標としてとりあえず目標としてはその会社法をんとか乗り切るんだそれとまあ、ね、それもそうなんですけれども、えーまあ、会社法も一つの目標だけどあの日頃の勉強においてはね、えー、っとこうみ短く目標を設定するってことも大事で。 例えばあの私はマラソンってやったことないんですけれどもマラソンでもあの多分42.195キロを、ね、あのそこを走ろうって考えてやってるんじゃなくて多分こう細かくこう目標設定があると思うんです各選手なりの、ね。とりあえずはここまで,、ね、でここまでいったら次はここまでみたいな感じでね。で勉強もそういったところ結構大事でこう全体見ちゃうともう嫌になっちゃうところがあるから。 その全体をこうあんまり見すぎることなくえとりあえずはここまで勉強するんだとね短く目標設定を立ててねそ,れそれをこう細かくこうクリアしていくでそういったあの小さな目標設定をえこう細かくクリアしていくともうそれがあの大きな知識にあの知らないうちに積み上がっています。ななので最初からこう全部やっていっていいいことじゃなくてこううととく短いね とりあえずはここまで頑張ろうという感じでねやっていくこともまあ大事かなと思っておいてください。はいまあ、それで科目あるからねこれなんとかクリアしていく必要があります。えー、そして、えー、給付式問題が出るんですがこれはまた不動産登記と商業登記でやっていきますね。これはあの論述じゃなくて登記の申請書不動産登記の申請書と商業登記の申請書これを答えてもらうという問題となります。 でこれれれはそれぞれひな形形いうものがあるんでひな形を皆さんに覚えていただきます、ね、例えば所有権の移転だったらこんなひな形を書くとかね抵等権の設定だったらこんなひな形といういろんなひな形があるわけそれを覚えておいてそれで試験問題で,で出てきた事実関係を読んで,でそのひな形に当てはめて登記の申請書を作っていくっていうねそんな問題になっていきます。はい、それが、えー、合計、ねえー、2問 まあその記述もあるんで午後,たく、えー、午後はね、えー、合計3時間の時間となってます合計で3時間 <laughs> はいまあ択一はもう全部マーク塗るだけだからね、まあ、実際自分で書いていただくのは記述のところだけとなります、はい、では次の9ページ見てください隣の9ページ。 筆記試験が7月にあります、えー、去年はコロナの影響でちょっとね試験日程が、えー、延期されたんですけれども、えー、来年まあ今年もそうだけどねもうとりあえずは7月 <laughs> 予定通りあるんだと考えておいてください。で、えー、と7月の、えー、第1日曜日に実施されます。<laughs> 7月の第日日曜日 はい、その筆記試験合格した方対象に口、えー、述試験があります。これがえっ、ー、と10月9月下旬から10月でえっ、ー、とこの口述試験は、えー、落ちません。なので試験はその7月の筆記試験だけと考えてもらったらいいです。ね、そこの一発勝負、そこの一発勝負。ですから皆さんは、えー、来年の7月の、えー、最初の日曜日ね。 そここのの試験の合格を目指していただくってことになります当然今年の試験については、えー、お試しで受けていただくっていうことは構いませんちょっと雰囲気に慣れておくっていう感じでね受けていただくそれは全然結構です、ね、でもそこであの受かるっていうことはちょっとそれはかあの実際困難だと思いますからね、まあ、実質は来年の試験合格を目指していただきますで公試験については、えー、休んだら落ちます 行ったら受かります。というレベル。ね、休んだら。落ちる、行ったら受かる。という、ね、レベルの試験です。ね、なので、ね、これは別にあの、何も問題ないと思ってください。で、じゃあ、なんでやるかというと。えー、7月の筆記試験で。替え玉受験などがされてなかったか。まあ、それを一応チェックするためのものです。本人を呼び出して。それで、えー、ある程度のことを質問します。で、ある程度。 受け答えがちゃんとできたらあこれは間違いない本人がちゃんと受けたんだな、ね、っていうことで、えー、本人確認をしている、ね、不正などがなかったかを確認するそれだけの試験です。ねまあ、なので通常は替え玉受験っていうことはないので、ね、なのでこの口実については、ねまあ、行けば受かる試験だと思っておいてください。 はい、とにかくそこの合格を目指してね皆さん頑張ってください一発合格をねとにかく目指すこと,、ねえー、っとお仕事されながらの方もねいらっしゃるとは思うんですけれどもあの自分は仕事をしながらだから、えーまあ、2年3年ぐらいかけて合格しようということを考えてるんだそれじゃいけません、ね、そんな悠長な気持ちでやってるとじゃあ実際その <laughs> 2年3年かけてあの受かるのかっていったらそれは難しいです とにかくあの一番短期一、ね、回で受かるんだっていうところでね一番短いところに目標設定をすす。ることです、ね、そしたらねまあ一回で受かる可能性もありますしから毎日ね、えー、そこでダメだったとしても一、えー、回で受かるんだっていう気持ち、ね、そういった気持ちで勉強していれば毎日そこで、ね、残念な結果に終わってもそれはつ次につながっていきます。 1>, 1回目はちょっと無理だったけど、ね、2回目で合格できたっていうことにつながっていきますからね最初から2回3回で受かろうということを考えていると、ね、それはおそらく45回かかっていきます。ね、なので、えー、と,とにかく一発合格、ね、1回で受かるんだということを、ね、目標にやっていくことです、はい。では11ページ見てください。 十一ページ、えっ、ー、と、これ合格率、大体のところはね、これも皆さんお分かりだと思います。で、えっ、ー、と、合格率のところを見てください、合格率。平成二十年してからざっとね、見ていってもらうと、だんだん、えー、上がってきてます。はい、なので、えー、今チャンス、ですからね。すごく受かりやすくなってます。 でえっとこれはあのなぜかというと、えー、出願者また受験者が減ってるからなんですで合格者のところ見てもらうと受験者は減ってきてるんだけど合格者はそんなに変わってないです最近ね最近のところ見てもらうと大体600名前後ですよねはいなのでおのずと単純に割り算すると、えー、合格率は上がっていきます。 今がね狙い目,、ね、今が狙い目でこれはねあのこの資格、えー、っと人気がないのかな、ねまあ、当然そういった捉え方もできますけれども、えー、どうしても資格ってあのブームみたいなものがあるんです例えばあの払いすぎた利息を取り戻しましょうってね過払い金の返還請求こんなのがバーッとバブルになっちゃうと そしたら、少子という資格良さそうだなということで、目指そうという人も増えてきます。今、まあ、そういったブームがちょっと下火のところなんです。で、これが、あの、また、あの、何らかのそういったね、ブームが起こってくると。そこで、あの、受けよう、えー、合格しようとしても、今度合格が難しくなるからね。ねなので、この資格を取るんだったら、逆にそういう形で、受験者が少ないうちに取っておく。 取りやすい時に取っておく。はいということで今本当にこれチャンスだからね頑張ってくださいね。こうこれまたあの受ける人が増えちゃうと受かりにくくなります。ね逆に皆さん皆さんね志を捨て目指そうとしてるわけだから、えー、受ける人が減ってるということはあの自分のライバルのライバルもその分減るわけだからねこれはむしろあの、えー、自分にとってはこれ有利な要素と考えてください。 はい、そしてこれもあのガイダンス等でも、ね、お話ししましたけれどもその出願者と受験者見てください出願者と受験者そこをあの左右見比べてもらうと毎年同じなんですが願書を出した人と受けた人3000人ぐらい減ってますよね。これ5月に願書を出しまますす当然受験料がいります で、わざわざ受験料払って願書を出してね、5月に。で、7月に本番があります。これ受けないっていう人が3000人もいるんです。もったいないなって話なんですが、なんでそうなるかというと、当然願書を出した時は受けるつもりだったんだけど、いざ本番になってみると、全然勉強はできてないということです。なので、もうこれは受けてもね、もう絶対無理だっていうことで、 ももううう受けるる前にリタイししてしまうとい人人が3000人も毎年出るんです、はい、なので実際その1万3,000人ほど受けてますけどこの1万3,000人もじゃあ逆にきっちり勉強して受けてるかというとむしろ今のリタイア組こちらに近い人が圧倒的に多いんですこの1万3,000の中にも。きっちりと勉強をやり込んで受けてる人は だいたい2000名ぐらいです。この1万3000人の中で2000名程度、それぐらいです。まあ今の2000人というのもね、あのまあ私なりにはちょっと高めに言っているつもりです。実際にはもっと少ないと思います。本当にきっちり勉強をやり込んで受験ができている人、そうなかの勝負なんです。そうなかの勝負。 なので実質の競争率は、まあ、3倍前後と考えてもららったらいいです2,000人の中で600名ということだからね2,000名の中で600名なので3倍前後と考えてください。でこの試験は、えー、と1回で受かる人もね当然いるんだけれども、えー、2回目から4回目このぐらいで受かる人が一番、まあ、そうとしては多いです。2 3 4回目 の辺りね。このあたりが一番相当して多いところで、それは、えー、今申しました。実質競争率は3倍っていうことの裏返しです。本当の競争率がえ3%だったら30回受けないと受からないということになります。そんな試験じゃないんです。ね、1回で受かる人もいるしね。2回目3回目このあたりで受かる人が多い試験なんです。ということは、本当の競争率はそんなに高くないんだっていうねことです。 で、はい、ですのでこの数字は、ね、あくまでもこれ形式的に割り算してるだけの数字なんでねごまかされないようにしてください。ね、実質はそうではないよっていよとうことですで皆さんはその2,000人の外に入っちゃったらだめだからね当然ねその2,000人の中に入ること、ね、それはあの1年間これから勉強がむしゃれにやっていけばね何とかそこは入り込むことができますからねそこを目指してまずは頑張っていきましょう。 では、えー、とそこまでが、ね、使用書士の業務とか試験というところでここはあの、えー、特にテキストはマークするところありません。ね、なのであの復習時もねあも別にここについては復習してもらうとかそんなことは必要ないです。はい、じゃあ、えー、と次の第2編というところから、ね、こちらからあの少し具体的な内容に入っていきます。はい、それではペペーージジ開けてください15ページ 法とは何かっていうところです。はい、こちらまずこの部分をマークしてください。15ページ。はい、今日は、えー、マーカー等をねお持ちでなければ。 まあ自分なりにわかりの印などしておいてもらって、そしてまた復習の際にねマークとしておいてください。えー、まずこれから皆さんが勉強される法ってものはそもそも何かっていうね法の定義です。これは必ず覚えておいてください。えー、国家権力による強制力を伴った社会規範と定義されます。えー、まず社会規範。 という言葉がありますが、規範というのはルールのことです。ルール、社会のルールということ。社会規範というのは社会のルール。でまず法はその社会のルールの一つです。社会のルールの一つ。で普通のルールとちょっと違うところが、えー、国家権力による強制力を伴っている。そこが普通のルールとちょっと違うところ。 例えば道徳なんかも社会のルールの一つです道徳でも道徳は社会のルールなんだけど国家による強制力は伴いません電車でお年寄りに席を譲るこれ道徳ですね法律じゃないです道徳これ一つのルール でえー、席を譲らなかった、ね、としても、えー、自分の、ね、ちょっと悪いことをしたかなと心が痛むことはあっても、えー、それによって国家から例えば罰金を課されるとかねそういったあの国家による強制力はこれないですよね道徳については、ね。そういった別に国家による強制力なんかはない、ねまあ、むしろそんなルールの方が多いです。 はい、でも法はそこは違って法は社会のルールであり、えー、国家による強制力があるということ、ね、なので法を守らなければ、えー、今申しましたように、えー、罰金などに処されたりねあるいは、えー、懲役や禁錮など刑罰に処されることがありますはいそれが法というもの、ね、まずこの定義をまずはね覚えておいてください、ね、社会規範の一つ社会規範の一つなんだけどね 他の社会契約と違って国家による強制力を伴っているとねいうことです。はい、じゃあ次の16ページ見てください。あ、ごめんなさい今の15ページ一箇、えー、所だけマークしてもらいました。で、えー、っと私の講義ではあのマークするところはそんなに多くはないと思っておいてください。で、そのマークしたところが A ランク論点、A ランク論点。 でちょっとあのランクが下がる B ランク論点は、えー、まあ印だとかあるいは下線だとかねそんな感じで、えー、示していきます A ランクはマークねで B ランクは印または下線で皆さん復習の時はその A ランクだけをしっかり覚えるようにしてください A ランクだけを覚えるはいなのでそれが読まなくていいですそれがいいよね読まない あのむしろそれ以外の部分は読まない方がいいと思っておいてください。読まない方がいい？一応、テキストは参考にいろんなこと書いてます。参考ね。いろんなことが書いてます。ね、で、あのこれ全部読んだ方が勉強になるのは気がするかもしれません。ね。はい、確かまあ、それはそうですね。あの全部読んだ方が勉強にはなるかもしれないんだけど、あの皆さんはその？ 試験で点数を取ることが目標、ね、その試験で点数を取るためにはどうしたらいいのかそのためにはできるだけもう覚えることは減らしていくというようにしてほしいんです。ね、なのでねなのでマークしないとこも気になると思うんだけどあの当然参考にちらっと読んでもらうのは結構ですよ。ね、参考に少し、ね、読んででももらうのは結構でも 絶対深入りしないようにしてくださいマーク以外のところは、ね、そのマーク以外のところに深入りしちゃうと結局はポイントがぶれてしまいます、ね、何が大事なのかというポイントがぶれるわけこの試験それが一番いけないんですあのピントが合っていることがこの試験ね一番大事なとこところなんでね。何が論点なのか何かポイントなのかね。そこをよくね、えー 覚えていくこと。はいということで、えっ、ー、とこの15ページはね、えっ、ー、と今マークしたところね、もうその一文だけです。ね、まあ復習のときはそこだけ読む。ね、でフォーは何かということを、えー、覚えていく。はい、それでは次のページ16ページ見てください。はい、こちら後半部分。はい、こちらマークしてください。 これはえっと前のページの法の定義の続きの話になります。国家による強制力を伴った社会規範である。じゃあ、それに基づいてどんなことが言えるか？法の実効性が国家の強制力によって確保されるということは、法に定められた内容を実現するには、国家の強制力によらなければならないということを意味します。 まあちょっと難しい文章だけど後半部分に着目してください後半部分、ねえー、法内容を実現するためには国家の力によらなければならない、はい、で具体的にどういうことかというと次のところを見てください。私人が、えー、国家の力を借りずに、えー、自分の権利を実現することこれを自力救済とか自給行為と言います。 自力で回復すること、自力救済、自給行為と言います。で、近代国家は社会秩序を維持するために、えー、この自力救済を禁止しています。自力救済の禁止。えー、と自分が何か盗まれたとします。盗まれました。で後日 たまたまね、えー、その自分が盗まれたものを発見した。その時に、えー、その泥棒宅に自ら押し入っていって無理やり取り返してくる。そういうことしてはいけないっていう話です。その自分で取り戻してくるこれを自力救済と言います。これやっちゃうと、えー、法秩序が乱れてしまうからね。もうその法律があるのに。 法律を無視して何でも自分で自力でやっちゃえばいいってことになっちゃいますから、まあそんなことはしてはいけないってことになってるわけ。日本は法治国家だからね。はい、なのでね、その場合は自力で救済するななくて、警察に届け出てですね、そして警察の力を借りて実現してもらうっていうことです。 で自分がもしあの今の話であの泥棒宅に自ら押し入って無理やり、えー、奪い返してくると、えー、これ変な話だけど自分自身が窃盗罪になっちゃうわけままた刑法でこれ勉強します、ね、泥棒から自分の物を奪い返してきたらね、えー、これ自力でやったっていうことで自らが窃盗になっちゃうわけちょっと変だけどね、はいまあ、そんなことはしてはいけませんよってこと。 はい、でも、ねあのまあ、これはちょっとケースバイケースのところもあってひったくられたものを現場ですぐ奪い返すこれはかまいませんひ、ね、ったくられたものを現場ですぐ奪い返すこれは OK、ね、その時に自力救済禁止だからということで警察届け出ようそんなことをやってると逃げちゃいますよね犯人。 ね、そしたらこれ結局はもうあの回復、えー、できないということになっちゃいますから、ね、そういった場合は許されます。ねまあ、そういったあの、えー、緊急性が認められるような場合ねもう今すぐねあの、えー、奪い返せないともう後日ね回復困難となってしまうそういったことであれば許されます。 はい、まあ、なので、あの、まあ、若干ケースバイケースっていうところもあるんだけど。まあ、基本的な考え方としては、自力で回復してはいけませんとね、いうことです。はい、それでは、えっ、ー、と、このページは以上。次のページは特に何もマークはないです。はい、ですので復習の時は今のところね、十五ページと16ページのマークのところ。法とは何かということ。ね、から、それに伴って。 自力救済は禁止されているんだということ、ね、そこを理解しておいてください。じゃあ、次は18ページです、18ページ。はい、こちらは、えー、法にどんな分類があるかです、18ページ、はい。これはタイトルの色でマークしてください。前のの画面ででブルルーでマーマクしてますタイトルの色 <laughs> えー、タイトル部分をマークすると、ね、きは、き、まあ、今日は、えー、1回目なんでねマーカーの種類をお持ちでないかもしれませんから、まあ、その際は分かるようにしておいてご自宅でまたねマーキングしておいてください。 まずは広報と司法という分類があります広報と司法 EX これは例ということで広報の例として憲法・刑法が挙げられます司法の例として、えー、民法それから会社法が挙げられます商法という科目もね、あの少しだけ少子試験で勉強することになりますが 会社法は言葉通り会社の法律そして商法というのは個人で商売している人個人商人と言います、まあ、個人商人に関する法律と考えていただければいいです、はい、そのような民法会社法それから商法これらが、えー、と司法の例ですでテキストに、えーまあ、それぞれ意味書いてありますけれどもこちら補助教材見ていただいて はいここはこんな感じで補助教材欄外に切り貼りしておいてください。補助教材こんな形で今後使っていきます。えっとこちらのブレイクスルーの補助教材ね、この中に P18 っていうところがあります。まあこれを切り取ってもらう。 でそして欄外にこんな感じでね貼っていってください補助教材の p 十八。はい、この法の分類の意味合いはこちらの補助教材で確認してくださいえまず候補と司法ってどんな違いかですが候補は国家と国民の関係を決めたものです 司法は国民まずこのような分類がありますそしてそれぞれ例を覚えていってください広報の例が憲法刑法それから司法の例は民法や会社法です、はい、まず刑法刑法は、えー、犯罪を犯した時は 国家がそれに対して刑罰を課しますこんなのが刑法ですはい、なので国が国民に刑罰を課すこういったことを決めている法律だから国家と国民の関係を決めたものと言えるわけなのでこれ広報です分類すると広報国家は国民に刑罰を課するというもの、えー、それから憲法えっ、ー、と憲法はまあ最高法規ということはお分かりだと思いますが <laughs> まあ憲法ってそもそも、ね、あの何なのかって聞かれると結構難しいところがあります。ね、最高法規、じゃあ、ね、そもそも憲法って何を決めているのか。でこれまたあの、えー、この全体構造の中でも、ね、やりますけれども、えー、憲法というものはちょっと見てみましょうかテキストちょっと後ろの方全体構造テキストの後ろの方に行ってもらって。 百二十一ページ、百二十一ページ、百二十一ページ。ここは今マークは結構です。百二十一ページで図表のところ、図表のちょっと手前を見てもらって、国家権力が好き勝手に政治を行わないように。 歯止めをかけて国民の権利を保護するもの保障するものと書いてありますねまあこれが憲法の役割ですどうしても権力を持ってしまうとその権力が乱用されてしまいます権力が乱用されると国民の権利が侵害されるのでそういったことをないようにしようこれが憲法の目的です国家の権力を抑制する国家権力を抑制して国民の権利を守るということです なので例えば憲法では、えー、と表現の自由とかね、えー、国民が、えー、といろんなことを表現したとしてもねそれに対して、えー、国家が、えー、刑罰を科するようなことはしてはいけない、まあ、そんなことをけ、えー、憲法では決められているわけです。ね、信教の自由とかね信教の自由国民が、えー、どんな宗教を信仰をしてもねそれは自由だ、ねえーその。信仰する宗教によって 国家ね、この宗教はオッケーね。でもあなたこの宗教を信仰したらね、それはねあなたちょっと弾圧しますよ。ね、そんなことがあってはいけないですよね。はい、まあそんなことしてはいけませんっていうことが憲法で決められているわけです。はい、なのでやはり憲法というものも、えー、国家と国民の関係を決めたものといえます。ね、国家が、えー、その国民の思想などをね理由として 国民を抑圧するそんなことをしてはいけないそういったことを目的としているものが憲法ですはいじゃあもう一度18ページ戻ってくださいはいということで憲法もね広報、えー、に分類されます国家と国民の関係を決めたものはい次は個人間の関係個人間の関係を決めたものは代表例は民法です民法はいそれから次に まあ、特にその個人の問題でも会社会社について決めたものが会社法、はい、これは、えー、個人間主人間の問題についての法律だから司法と呼ばれます、はい、まずはここで候補、えー、と,と司法の意味合いこれは補助教材でね覚えておいてください、えー、そしてそれぞれの例をねちゃんと言えるようにしておいてください はい、それでは、えー、同じく、えー、18ページ、はい、引き続き、えー、とこちら、えー、次はこちら、印をつけてください、2番。実態法と手続き法。 はい実態法と手続きをまず、えっと、意味これも補助教材見てください実態法は内容を定めたもの中身を決めたもの手続きは、まあ、言葉通り手続きを決めたものとなります内容を決めた法律と手続きを決めた法律、まあ、これが実態法と手続き法テキストの例見てください 上で出てきた憲法、民法、刑法、会社法、これはここで分類すると全て実体法となります。ここでの分類は全て実体法。で手継ぎ法は手継ぎを決めたもので、えそこには民事訴訟法などね例が挙がってます。でむしろ大事な例が、これちょっと前の画面に書いていませんが、皆さんの方でそこに書いておいてください。その手継ぎ法の例のとこね。 不動産登記法と商業登記法です。ね、それ丸二番の e. X. のところに追加しておいてください。不動産登記法と商業登記法。まあ、この、この辺りなのでね、書いておいてください。この辺でも、えー。不動産登記法、商業登記法とね、書いておいてください。 はい、むしろそれが大事な例不動産登登記記法法と商業登記法、えー、民法は実体法で民法では不動産の例えば売買をしたら登記をしましょうそういったことは民法で決まってます。 不動産の売買をしたら登記をしましょう。これ民法の決まりだけど、じゃあその登記っていうものは具体的にどんな手続きをするのか、そこまでは民法に書いてないわけで、その民法の決まりを受けて、また不動産登記法っていう法律が作られてます。この不動産登記法という法律でその登記という手続きは具体的にどうするのかということが決まってるわけ。なので、不動産登記法はその登記の手続きを決めた手続き法ということです。 で会社法と商業登記も同じ関係会社法という法律では会社を作ったら作る時はまあ登記をしましょうということが決まってるわけ会社法で会社を作る時は登記をしましょうという決まりとなってますでもやはりその登記という手続きはどうするのかということは会社法の中では決まってないわけはいなのでその会社法という法律を受けて 具体的な登記の手続きこれは別途商業登記法という法律ですためが設けられていますはいまあ、そんな感じで、えー、実体法で決まりを設けて、えー、それに基づく手続きですね具体的な手続きそれは手続き法の方でまたね決まりが設けられますはいですので今のところの例としては、えー、民法不動産登記法そして会社法商業登記法はね これ、それぞれ実態法と手続きの例として分かるようにしておいてください。はい、では次、えー、次は3番、はい、一般法と特別法、こちらマークしてください。一般法と特別法。 例としては民法民法は取引全般に関する法律ですこれは一般法そして商法でこれ会社法もね同じように考えてください商法や会社法これは特に商取引に限定して決めたものこれは特別法ということになります補助教材見てください 助教材、えー、一般法は、まあ、これは一般的に決めているもので特別法はその中のある特別な事柄について決めたものそれが特別法ということになります。えー、民法は取引全般、ね、取引全般について決めたもの。 でその取引の中でも特に商取引というものがあるわけ商取引その商取引というものに特化して決めているものが商法ということです。はいえっ、ー、とそうすると、えー、その一般法と特別法があってどちらも適用できる場面は まずどっちを優先適用することになるでしょうどちらも適用できる場面これは当然特別法を優先適用することになります、ね、一般法と特別法があってどっちも適用できるような場面で一般法を適用したら特別法を作っている意味がないですよね,ねなのでどちらも適用できる場面は当然、えー、特別法を優先適用していきます じゃあ、えっ、ー、とこのページは、えー、法の分類とそれからそれぞれ具体例わかりようにしておいてください。じゃあ次19ページ、19ページ。こちらは、えー、条文の読み方です。タイトルマークしていってください。19ページまず1番。 はいこちら「上皇后」というタイトルね。はいそれから下に降りてこちらもタイトルマークしてください2番と3番本文正し書きそれから前段後段というところタイトルにマーク。 19ページこのページは括弧123とねそれぞれタイトルをマークしておいてください。条文を読むときに、えー、まず括弧1番ですが何何何条、何項、何号と読んでいきます。これ真ん中の刑法の例のところを見てください。まず一番最初に出てくる数字これ19条と読みます。19条。 で次の「丸二のところそこを「項と言います。19乗を1項2項でさらにその「項の中に出てくる漢数字その部分が「ご」です。「はいそういう形で「第何条」「第何項」「第何号」と呼んでいきます。はい、ですので、えー、例えば「 刑法19条1項4号って言ったときね、刑法19条1項4号と言ったときはどこを指しているかというと、前項に掲げる物の対価として得た物っていう部分ね、まあそこを指しているということになります。はい、これはその上部の読み方ね、番号の読み方確認しておいてください。はい、それから次に本文正し書きっていうことがあります。括弧2番、本文と正し書き。 これは上の刑法19条の2項を見てください。刑法19条2項、はい、そこの2項を見てもらうと「没収は犯人以外のものに属しない物に限りこれをすることができる」「ただしうんぬん」とねあります、はい。このように前半部分があってその後正ただしい何々」とね後半部分に分かれている時。 この場合前半部分を本文と言います後ろ、正から始まる部分を正し書きと言います、はい。ということで刑法19条2項本文といったらどこを指しているか刑法19条2項を正し書きといった場合はどこを指しているか、ね、それもそれぞれ分かるように。それからもう一つ。 前段後段という区別があります。前段後段。コラスの直後の例を見てください。その下、検閲はこれをしてはならない。通信の秘密はこれを犯してはならない。これ憲法の条文です。で、これも前半と後半分,分かれてますが、えー、上の本文正し書きと違うところが正しいという言葉が入っていません。 まあそれだけの違いと思ってください。正しいという言葉が入ってなかったら前段後段と呼んでいきます。今の憲法二十一条二項は正しいという言葉では区別されていませんね。ね単に丸で途中区切れているだけ。そういった場合は、えー、憲法二十一条二項の前段憲法二十一条二項の後段と呼んでいきます。はいそういう形で。 条文が途中で一旦区切れている場合があって、そのいう時はまあ正しいっいう言葉がついているかどうかね。まあそれで分類されます。正しという言葉で、えー、区切られている場合は本文と正し書き、ね、で特に正しいっいう言葉がついてなければ前段後段という形で読んでいきます。はいそれでは次は二十一ページです。二十一ページ。 はいその他、えー、と今度は、えー、いろんな言葉の使い方21ページはいじゃあこちらまでいきましょうあごめんなさいはいとりあえずここまではい456はそれぞれタイトルの色で マークしていってください。 では四番以前以後以内のようにいっていう言葉がつくときと前後ないということでいいという言葉がつかないことがありますこれは日常用語と同じ使い方でいっていう言葉がついているときはイコールを含みます次の括弧五番の方を見てください。 まあこれも同じでね以上とか以下って言葉この「い」っていう言葉がついた時はちょうどそのところを含むイコールを含むっていう意味になります日常用語でも1万円以上って言った時1万円以上って言った時はちょうど1万円含むっていう意味ですよね。それと同じ使い方です。なので括弧4番で「以前とかい」っていう,い,という言葉がついていたらちょうどその時点も含む。 というように条文を読んでいきますで逆にいという言葉がついてないとき何々前とかね、何々ないとかいという言葉がついてなければちょうどイコールの部分は含まないというように読んでいきますねここはイコールの部分を含むかどうかの違いです括弧5番も同じね一年以上 条文で一年以上と出てきたら、ちょうど一年も含むというように条文を読んでいきます。で条文で一年を超えると出てきたら、ちょうど一年は含まないということです。以下と未満も同じね。はい、ですね。ここ四番と五番はだいたい同じような分類だと、思ってください。まあ、いいという言葉がつくかつかないかによる区別です。 六番推定するとみなすこの言葉も法律の中でよく出てきます何々と推定するとかねあるいは何々とみなすっていう条文たくさん出てきますこの二つの言葉の違いですはいじゃあこちらマークしてくださいはいちょっとマークここ飛び飛びになってます前の画面のように はい。何々と推定するっていう条文の場合は、異なるという証拠、これ、反証と言います。反証。これを挙げて、推定を排除することができる。逆に、みなすという場合は、この反証ができないという違いです。反対の証拠を出して、覆すことができるかどうか。次の例を見てください。占有者。 まあ何か物をねあの手元に持っていることを占有と言います。占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定するっていうね条文があります。ちょっと難しい条文ですが、えー、ある物を占有している人がいます。でその人が行使する権利 これ所有権とといいう権権利と今考えてください所有権占有者が占有物について行使する権利所有権これは適法に有すると推定するなのである物を占有してる人がいるとしたらそれはその人がまあ所有者なんだろう所有権も持ってるんだろうと推定するってことです。ね、皆さんん今手元にいろんなを持たれてるんで、ね えーまあ、それが占有ということで占有者だから、えー、所有権、ね、所有権も有するんだと推定されるということです、はい、でも必ずそうかというとそうでないこともありますよね。占占有有者が何か有しているんだけど実ははその人の人物ではないっていうこともあり得ます友達から借りてるものとかあるいは盗んできたものとかね はい、そういった場合は、えー、本文に書いてましたようにこの人は占有してるんだけどこの人のこれ所有じゃないんですよそれが反対の証拠ってことです反証、ね、その反対の証拠を出すことで、えー、結論をひっくり返すことができるってことです占有者であれば所有権を有すると推定されるんだけどもね反対の証拠を出すことで覆すことができる、まあ、それが推定っていうこと はい、でも逆に条文に「みなす」と書いてあったらねそれができないってことですそういったことができないはい一つの例として、えー、そちらの二つ目の条文を見てください未成年者が婚姻した時はこれによって成年に達したとみなすっていうね条文753条これは「みなす」と書いてますみなす。 結婚したらもうそれで一人前でね成年者と扱いますよっていう条文でこれはみなすだからもう結論を変えることはできないということです。いや自分は未成年で結婚したんだけど自分はまだまだ未熟者なんですっていうねそういう自分が未熟者だっていう何か証拠を出して、ね、それでこの成年者とみなすって扱いをひっくり返すことができるかっていうとねこれはできませんってことです。 はい推定すると皆さそういった違いですねそうじゃないんだっていう証拠を出して、えー、結論をひっくり返すことができるかどうかの違いですはいなので、えー、これからまあ勉強がね進んでいく中であのないないと推定するとかねないないとみなすっていうジョブが所々出てきますからねまあそれはスノーズと気をつけるようにしていってくださいねあここは推定するとなっているなとかねあここはみなす っていうね基点になってるなとかそういったところ。はい、それではあの時間ですから一旦ここで休憩にしましょう。えー、10分間休憩取ります。でえっと次は、えー、10分後。ちょっと25分今過ぎてますのでね、えー、36分頃からちょっと細かいけどねそれぐらいから再開いたします。はい、えー、それでは後半始めましょう。 はいえー、とでは、テキスト21ページからですね。はいえーとまああの今日は,は、えー、と初めてですけれども、毎回こういう形で、えーとまあ、合計で3時間の講義と、ねえー、なります。で、えー、前半、だいたい1時間25分やって、間10分休憩挟んでね、それから次、えー、と1時間25分ということになります。 えっと基本的にあの私はあの延長はあ,のあまりしないというねあの考えでやってるんですけれどもちょっとあの場合によってはたまにはねちょっと若干あの進まないといけないということでえ若干延長させてもらうことはあのたまに出てくるかもしれませんのでその点はご了承ください。基本的にはあのまあ講義時間内でね終わらせるようにえしていくつもりではねやっております。 はい、それでは二十一ページ見てください。二十一ページです、えー。言葉の使い方、四、えー、番五番六番までね前編ありました。じゃあえっ、ー、と次は七番と八番です。はい、七番八番こちらマークしてください。タイトルとそれから本文。 この言葉もこれからしょっちゅう出てきます7番の当事者と第三者という言葉ある法律関係がある場合に直接関与する人を当事者と言いますそれ以外の人のことを第三者と呼びます例えば A さんと B さんで売買契約をしたときは AB のことを当事者と呼んでいきます でその AB 間の売買契約の当社以外の C さんですね C さんのことは第三者と呼んでいきます、まあ、当社についての論点とそれから第三者についての論点っていうのがねあのこれから民法で出てきますからね、えー、とこれは当社間の話なのかあるいは第三者についての話なのかそこはよく区別をして勉強していく必要が出てきます。 はいそれから善意と悪意これも頻繁に出てきますこれは日常用語と違う、えー、意味で使いまして、えー、ある事情を知っていることを悪意と言います法律用語ではね何かを知っていることを悪意知らないことを善意と言いますなので良、えー、い,い悪いっていう意味じゃありません良い,い悪いじゃなくて、えー、知ってるか知らないかの違いですそれで善意悪意と区別していきます。 なのでこれも上下の言葉を組み合わせまして善意の第三者とかねあるいは悪意の第三者そんな言葉が頻繁出てきます。善意の第三者と出てきたらねまずは当事者ではない人そして善意っていうことだから事情を知らない人とねいうことになります。 はい、それでは次のページ、二十二ページです。二十二ページ、一番と二番、マークしてください。 強行法規と任意法規。という分類があります。え、これは強行規定ということもあります。各二番も同じで任意規定と呼ぶこともあります。法規ということは規定と置き換えてね。強行規定任意規定などと言っていきます。あ、ごめんなさい。マークの直後にも書いてますね。強行規定とも言いますとね。いうこと。えっと、強行法規、強行規定。 というのはどういったものかというとこれに反する当事者の契約は無効となるものそれが強行法規逆に任意法規こちらは当事者により要件や効果を変更できるものこれを任意法規といいます、えー、っとこの言葉は、えーまあ、たまに出てくるかなという感じです。そんなに えっと前のページの善意とか悪意とかと比べるとね頻繁出てくる言葉じゃありませんただあの意味だけは分かるようにしておいてくださいえっと強行規定えっとある法律が強行規定だっていう場合その時はもうその法律はあの変えることができないっていうことです変えることができないで逆に任意規定っていうのもかなりあ,のありまして法律ではこう決まってるんだけど私たち当事者間の間では,では その法律と違う取り組みをしましょう。こんなことが許される場合もあります。それならば任意規定です。ね、まあ、これは法律の条文の中にはどっちもあるわけ。法律で決まりがあって、それを当社間で変えることができるものとできないものです。で、これについては、あの。 別にこの条文が強行規定だとかねこの条文が任意規定だとかあのその都度別に覚えていく必要はないです、ね、そういった必要性はないですただあの説明であの出てきたときにあの説明でこの民法第何条は、えー、強行規定であるから何々とかねあのそういった説明が出てくることがありますそういった説明が出てきたときに、えー、意味がわかるようにしておいてくださいと、ね、いうことです その個別の条文が強行規定か任意規定かを覚えるんじゃなくてね言葉が出てきた時にその言葉の意味が分かるようにしておいてくださいはいそれでは次のページ23ページです。えー、条文のの解釈の仕方23ページまず A と C、えー、マークしてください A と C。 はい、それから下に降りてこちら F マークをしてください F はいここは A と C と F それぞれタイトルの色でマークしておいてください A と C と F。 これ条条文文のののの解解釈釈仕仕方方です民法第何条を、えー、反対解釈してとかねあるいは民法第何条を類推解釈してそんな形でよく使っていきます。でこの中で、まあ、よく用いる方法が ACF なんでねそこをマークしてもらいました。で逆にあのむしろ最もよく用い,用いる方法が B です。B でマーク結構ですすマークは結構ですでこれは分離解釈といって文字通り解釈すする方法です文字通り解釈するだから当たり前なんです当たり前、ね、当たり前の解釈だから特にあの意識することはないです、ね、一番よく用いる当然方法条文があって法律の条文があってその条文を文字通り解釈していくまあ当然です だからもうこれは当然の解釈だからいちいちね民法第何条を分離解釈してとかそんなことはあまりあの表現することはないですそれは当然だからですでそれよりもむしろ例外的な解釈ね例例外的な解釈でよく用いるものとして A C F なんかがあるということです。 はいじゃあ、えー、とその例を見てください下に降りて、えー、1番2番3番こちら印つけてください1番2番3番。 えっと、丸一番、二番、三番、その前提として、このアパートでは猫を飼ってはならないっていうねルールがあるとします。はい、そういったルールがあるときに、まあこれをどう解釈するかっていうことです。いろんな解釈が成り立ちます。まずは目的論的解釈。これは、えー、そのルールの目的を考えるやり方です。目的を考える。 猫を飼ってはいけない。なんでそのルールがあるか。それはおそらくは。猫は。部屋を汚すから飼ってはいけないんだろう。まあ、一つそういった目的が考えられます。はい、その目的を考えると。それならば、別に猫ではなくても。その。部屋を汚すような動物は飼ってはいけないんだろう。ね、このルールはそういった意味なんだろうと解釈することができます。 このような解釈の仕方を目的論的解釈または目的解釈とね言いますその決まりの目的を考えるやり方です類推解釈ねちょっとあの一番と区別少し難しいところがありますが類推解釈はよく似たものにも適用していくというやり方です、えー、猫のほか、えーえー、犬や鳥などのペットは 猫ではないけれども、まあペットという点では猫と共通しているから、えー、飼ってはいけないんだろう。はい、そういう形で、えー、似ているものです。似たものに、えー、決まりを適用すること、これを類推解釈と言います。よく似たものに適用すること。三番。 三番反対解釈、全く逆に解釈することです。猫を飼ってはいけないね。じゃあ犬だったらいいんだなね。というように全く逆に解釈すること。ね、これ反対解釈です。はい、まあそんな感じで、えー、ある条文があったとしてもね、まあそれをどう解釈するかによってね、全く捉え方が変わってくるわけです。 で特にえっ、ー、と今の一番二番三番ねこの解釈は、えー、まあそんなに頻繁ではないんだけどねたまに出てくることがあります、えー、その条文の、えー、目的を考えるというやり方ねそれから、えー、その条文を、えー、類似のものに当てはめていくそれから全く逆に解釈するっていうね三つの方法ですはいそれではこのページ以上で次のページ二十四ページ見てください。 司法書試験では民法などの条文も当然勉強していきますが裁判所が出した判例それから場合によっては学者の先生が唱える学説こういったものもところどころ出てくることがあります。はい、そして、えっと、判例の場合は下の図表を見てください。そんな番号がついてきます はいまあ、そういった番号が出ていたらこれは、えー、裁判例意味しているんだということを分かるようにしておいてください。えー、一つ目が、えー、裁判所、えー、最高裁判所が、えー、昭和42年に出した、えー、判決ということです。はい、次が、えー、最大判平大という言葉がついています。 大という言葉がつくと、えー、右側書いてますように最高裁判所の大法廷で出された判決とねいうことになりますで最高裁判所は、えー、裁判官は合計で15名います合計15名で5名ずつで3つの小法廷ができています5名ずつの裁判官で3つの小法廷で普通の裁判であれば小法廷です最高裁ね 小法廷で出される判決。で、それは、えー、丸一番のように、再犯証という番号で出てきます。で、特に大きな事件。特に大きな事件の場合は、えー、裁判官十五名。全員揃った、大法廷で、判決がされます。ね、その場合が、丸二番ね、最大、えー、判兵、ということになってきます。 えーとテレその最高裁の大法廷でね裁判官15名ずらっと並んでいる場面、ね、ひょっとしたら見たことがあるかもしれないです。であれはもうよほど大きな事件の場合ねああいう形大法廷となります。はい、なので、えっと、判例この2つまずあってねで、まあ、よく出てくるのは小法廷の方裁判小とねこっちの判例がまあ当然多いんですがたまに最大 えー、反弊という形で大法廷の判決も出てきますで当然、まあ、あのどっちも大事なんだけどどちらがより重要かというと当然大法廷の判決ねそちらの方がより重要性は高いと思ってください。それからそうしたらちょっと細かいんですが、えっと、場合によっては、えー、東京高等裁判所が出した判決のようにね あの最高裁判所の下の裁判所高等裁判所が出した判決そんなのもたまには出てくることがありますそれから、ね、次はさらにちょっと頻度下がありますが、えー、場合によっては地方裁判所が出した判決が出てくることもあります三番は高等裁判所ね四番は地方裁判所そして五、えー、番は大、えー、判大と、ね、ありますがこれは右側大審院で出された判決ということで。 これ、最高裁判所の昔の形です。昔のもの。大審院と呼ばれます。最高裁判所の前身。です。最高裁判所の前身ね。大審院と呼ばれます。古い判決。まあ、これもたまに出てきます。まあ、昔の最高裁とね、いうことです。昔の最高裁。それが大審院。 はい、それから、えー、っと次はその判例よりも頻度下がりますが場合によっては学説も出てきます、えー、学説は、まあ、通説それからね少、えー、数説などがあったりしますが、まあ、当然あの覚えていってもらうのは通説のねうです。 二十五ページ。ええー、六法全書については。講義の際には持ってきていただく必要は全くないです。講義の時はブレイクスルーテキスト、それから。補助教材ね、こちらを用いただければ、結構あとは筆記用具です。で、ですので、六法については、これはもうご自身で。判断してください。 えっと、まあ、あの、一応、あの、一冊ぐらいはね、お手元に、えー、お持ちいただければいいかなとは考えています。これから法律の勉強をしていくわけだからね。で、えっと、いろんな六法がありますんで、もう自分が見やすいもので結構です。もし、買うんだったらね、買うんだったら、見やすいもので結構です。で、えっと、もし、あの、どうしても迷うっていうことであれば、まあ、一番上の、えー、判例がついている判例六法っていうもの。 まあこれ結構ね、まあ、もし購入されるんだったら受験生よく使ってるものだから一応こちらをおすすめしておきます。まあ、ただ6歩を買うかどうかについては別に今すぐ焦って買う必要ないですからね、まあ、勉強が進んでからそれで必要性に応じて考えてもらったら結構です。別にあの勉強の方は6歩がなくても勉強できるようにはなってますからね、まあ、別にあのなくても勉強自体はできます。 で参考に、ね、たまにはこう条文引いてみたいんだということで参考に1冊持っとこうということであればねその場合は、まあ、あの自分が見やすいものということで結構なんだけど、まあ、でも迷うってことだったら判例がついてるもの、まあ、それをぜひ選ぶようにしてもらったらいいかなというところです。そ、はい、それではは次次次見ていきましょう第第3編編の えー、試験科目の基礎というところです。はい、こちらから司法書士試験で出てくる、えー、科目、まあどんな科目があるかということを順番に見ていきます。はい、えっ、ー、とまずは民法。えー、民法ではまあどんなことを勉強していくかね、まあ本当にこの全体構造のその概略を見ていきます。 まずは三十ページ見てください。三十ページ。ボ、えートのはめにというところを見てください。はめに、そこはマークは結構です。複数の当事者がある法的な権利を発生させることに合意をすることを契約と言います。えー、民法では、えー、この契約について。 いろいろと勉強をしていくところも出てきます。まあその契約だけではないんだけどね。まあ契約も勉強の中のね大事な、えー、一部分となってきます。で契約ってどんなものか。売買契約が代表例ですので、まあそれで例を、えー、見ておいてください。三十ページ。はいこちらの図表タイトルをマークしてください。はい三十ページの、えー、図表のねタイトル。 売買契約の成立と売買契約の効果はいこれで契約の形を掴んでおいてください、えー、まず二人の当事者売り主と買い主が出てきまして、えー、そして、えー、一方から申し込み 他方から承諾がされますこれは申し込みの意思表示ということもあります意思表示ということはつけてね申し込みの意思表示、えー、承諾も同じ承諾の意思表示ということもありますこの申し込みと承諾が合致することで契約成立ですはい、なのであの基本的に民法の契約は口約束で成立するとねいうことです 契約書を作ったりすることなどはね、特に要件ではないです。口約束で整理します。契約書を作るのは、えー、証拠を残しておくためです。証拠を残しておくため。後で、あの、どんな内容で契約したか、ね、後で紛争なる恐れがありますよね。なので、契約書を作っておくわけです。 実態上はもう口約束だけで契約としては成立しているわけです、ね、でも、ね、後日、ね、どんな内容で契約したかなっていうこと、ね、それが争いになる恐れがあるから、まあ、契約書を作って形として残しておくっていうことです、はい、ですので契約書を作るっていうことは別に契約を成立させるための要件でではないですあくまでも契約の成立は口約束だけで成立します はい、で次に契約が成立すると、えー、どんな効果が発生するかどのような効果が発生するか二つの効果があって一つが今までは売買契約をすることで所有権という権利が移転します。ね、以後は買い主が所有権を持つことになります。 これがまず一つね所有権の移転もう一つが真ん中の債権というところ債権という権利が発生しますはいこれは、まあ、あの原則をこんな形で双方に発生しまして代金債権と引き渡し債権債権と呼ばれる権利が発生しますはいで、えっと、今の図で、えー、所有権という権利ですが この所有権権という権利は物件、物,物の権利と書いてね、物件の代表例。で、民法で勉強していく権利は、物件と債権、この2つに大きく分かれます、物件と債権。で、所有権は物件です、所有権は物件。で、代金債権と引き渡し債権ね、これは言葉通り債権の方 物件と債権を勉強していきます。で、両者の違いが物件という権利は物に対する権利です。物に対する権利が物件。えー、物に対する権利が物件。はい、その矢印のね先を見てください。所有権という権利、えー、それ土地をね菱形土地を表してるんだけど、えー、土地という物に対して矢印がついてますね。 その土地を所有しているんだという権利ですそういう形で物物に対する権利が物件で、えー、一方で、えー、債権債権は人に対する権利です人に対する権利その矢印人に向かってますよね人に対する権利はいそのように、えー「物に対する権利が物件人に対する権利が債権」 この2つのつ権利が民法で出てきます物件と債権、はい、で債権はあの言い換えれば、えー、請求権のこと債権というのは請求権人に対する請求権です、はい、その代金債権これはどんな債権になるかというと土地の売買したんで、えー 公は、オツに対して、代金を払ってくださいと請求できるようになります。それが、代金債権ということ。代金の請求権ということです。請求権。人に請求できる権利。えー、引き渡し債権。これは、土地の売買したわけだから、えー、買い主のオツは、公に対して、その土地を引き渡してくださいと請求できます。それが、引き渡し債権。引き渡し請求権のことです。 はい、そんな形で売買が成立すると所有権という物件が移転します。もう一つ、えー、相手方に何かを請求できる債権という権利が発生するということ。そんな効果が生じていきます。はい、そしてもう一つ言葉を覚えておいてほしいんですが、その債権について債権持ってる人を債権者と言います。逆に、えー、その債権持たれてるがね。 債務者と言います。債権者、債務者と呼んでいきます。債務のムーは義務のムーね。債権者、債務者。はい、えっ、ー、とそちらの代金債権、代金債権に着目すると、えー、債権者はこうです。債務者が落ちるっていうこと。 引き渡し債権の,の方については債権者はオツです逆に債務者がこうということ、ね、そういう形で、えー、債権持ってる人を債権者と、ね、言いますで逆に義務を負担する側を債務者と呼んでいきますで 普通はあの日常用語で債権者債務者という言葉を使うときどんな意味で使うことがまああの多いかというとお金貸してる人を債権者って言ってお金を借りてる人を債務者と呼ぶということがまあ日常用語だとほとんどでですよねはいでも法律用語だとあのその債権者というのは何らかの債権を持っている人のこととねいうことで債務者といえば何か義務を負担していること。 で日常用語の場合は、えー、この債権はねあの、まあ、貸金債権という債権が一番多いわけです日常的には、ね。お金を貸している場合は貸金債権ということになります、ねまあ、この債権があの一般的にはすごく多いのでなので日常用語として債権者という言葉を使った時はその貸金債権を持っている人っていうことで、まあ、結局はお金貸している人という意味で使うことが多いわけ。 で逆に債務者という言葉を使う時はお金を借りていいる人とうう意味でで使うことが多いです、ね、ただ、まあ、法律用語として使う時はそれには限らないということ。ね、この図のように、えー、土地を引き渡す義務を負担している人ねこんな人のことも、えー、債務者と呼んでいくことになります。 はい、じゃあここでえっ、ー、と契約の形をしっかり覚えておいてください。どうすれば契約が成立するか。で契約が成立したときはどんな効果が発生するのかとねいうところ、この図表でしっかり覚えておいてください。えー、じゃあ次が契約の種類ですが、独占契約というものこちらマークしてください。 約束だけで成立する契約を惰性契約と言います口約束だけで成立するものです惰性契約これ民法の原則です民法の原則、まあ、ほぼこの惰性契約惰性、えー、の奪はね承諾の奪です承諾のまあ承諾があったらそれで成立っていうことで惰性契約と呼んでいきます 上の売買契約も生契約約もです。申し込み承諾で成立するからね生契約、えー。民法の大原則はこの「学生契約」なんだけど例外的に「用物契約」っていうものがあります次の31ページ見てください用、えー、物契約っていうのは例外的に意思表示だけでは成立しないで目的物を渡して初めて成立するもの ね、それを養物契約と言います。物の引き渡しを要するものです。はい、こちらマークしてください。養物契約キーワードにしておいてください。 物の引き渡しが要件となっているものを要物契約と言いますはい、民法ではもうほぼ惑星契約なんだけど例外的に要物契約があってまた本論編でも勉強しますがまずあの例の一つとして市地権設定契約というものがあります市地は市地屋さんの市です市地権設定契約これ要物契約の例です 市,地権市,市は市は市ね県は権利の県です。市知県設定契約。えっと、7屋さんイメージしてください。7屋さんでお金を借りるときに、えー、お金を貸してください。じゃあ貸しましょう。このね貸してください貸しましょう。意思表示だけで整理するかこれだめなんです。市屋さんでお金を借りるときは 自分が、えー、時計だとか、カメラだとかね。その物を預けるということが要件となります。はい、これが用物契約ということ。ね、その意思表示だけでは成立しないで。相手に物を渡して初めて契約成立するとなるものね。まあ、視野さんでお金を借りる。試験設定契約。これが一つの例です。はい、それからもう一つ例があって、えー、そのキーワードの直前に書いてます。 キーワーワド直前金銭消費退職契約これはちょっと区別がありまして、えー、書面によってるかどうか契約書を作ってるかどうかで、えー、区別されますえっ、ー、とね書面によらない金賞契約ちょっと略して「金賞契約」と言いましたが 書面によらない金賞契約は用物です。用物。で、逆に書面による金銭消費貸借ね。こちらはマイページの諾成の方。そういった区別がされています。書面がなかったら。用物。 で書面があったら学生 <laughs> 普通はお金の貸し借りをするときは金銭消費対策の契約書通常は契約書を作ります通常は契約書を作るから、えー、学生契約になります、ね、通常は契約書を作って学生契約 お金を貸してくださいじゃあ貸しましょうこの一章児だけで整理していますはい。でも、えー、例外的に口約束だけでやるとき、ね、お金を貸してよじゃあ貸してあげようとね口約束だけでするときこの時は養物契約になってきます口約束の場合は貸してじゃあ貸しましょう この意思表示だけではまだ契約は成立していなくてそのお金を渡してお金を渡してこの時点で契約成立ということですはいそんな形でこの、えー、金銭消費者宿契約については書面が作成されるかどうかねそれで惑星要物の区別があります書面による金賞契約は惑星、えー 書面によらない金賞契約は用物とね、分類されています。用物契約はね、その二つです。用物契約は二つで、えっと、まず。冒頭言いました試験設定契約。試験設定契約ね。もう一つが今の、えー、書面によらない金賞契約。この二つが用物契約。で、あとはもう全部諾成です。 だから覚えるときは用物契約だけね、覚えておけばオッケー。あとはもう学性だっていう判断でいけます。試験設定契約と、それから書面によらない金賞契約ね。これを用物として覚えて。もうあとは全部学性なんだ。という判断でオッケーです。はい、それでは、次は三十二ページ。 テキスト32ページじゃあ次は意思表示とというところです意思表示、えー、先ほど売買契約が成立するときに申し込みの意思表示と承諾の意思表示が合致したらねそれで契約成立ということでした。じゃあその意思表示についてどんな問題点があるかとい,、ね、いうところです。 はい、ここは、えっと、32ページの目次ざっとね眺めてみてください目次えその目次に書いてます通り、えー、民法93条心理留保とか、えー、次虚偽表示とか錯誤とかね一生地についてはこんな論点が出てきます全体構図だすの概略を、えー、確認しておいてくださいまずは34ページ34ページ見てください33飛ばしてね34ページ 三、えー、番の心理療法というところ、心理療法、難しい漢字だけど心理療法と読みます。はい、まずマークしてもらいましょう。こちら、三十四ページ。 憑依者がわざと真意と違うことを相手に表示すること、これを心理流歩と言います。はい、まあ簡単に言うと嘘をつくことです。嘘をつくことね、あるいは冗談で言うこと。下の例見てください。 本当は自動車をあげるつもりがないのに自動車をあげようという一生児をすることこれを心理留保と言いますえそんな感じで嘘をつくことねあるいは冗談であげるつもりがないのにあげようということでこのことを心理留保とね呼ぶんだけどえ心理の「理」っていう漢字ねこれはもう日常では使わないような漢字だけど えー、マークの次に書いてます。これ心の、えー、裏側っていう意味の漢字です。この理っていう言葉はね裏っていう意味の漢字。はいですので心理流歩ってのはどういった意味かというと本心を心の裏側に留めているっていうそういったことをね意味しています。本心は心の、えー、裏側に留めているそのことを心理流歩とね言います。言ってることと本心と違うわけです。 はい、じゃあこの心理療法で意思表示がされたときに効果はどうなるかその意思表示は有効なのか無効なのかということです。ね、自動車を上上げげるつもりがないのに上げようとね言ってる、ね。それは自動車を上げなければいけないっていうことになっちゃうのか、ね、いやそれは、ね、別に冗談で言ったんだから。 上げる必要はないですよという結論になるのか。はい、これはえっ、ー、と原則は有効となります。一生時は有効。これ自分の言葉には責任を取れとね、いうことです。はい、次のページ、こちらマークしてください。三十五ページ。一生時は有効になり、法律効果が発生するのが原則です。 自分の言葉には責任を取るべきとね、いうこと。はい、なので、冗談で何かね、あげようとか言っちゃうと。ええー、原則有効になってしまうからね。本当にそれはあげないといけないっていうことになっちゃいます。はい、ただし、当然これは例外もあるんだけど、例外はまた本論で勉強します。当然、あの、常に有効かというとね。あの。 例外も当然あって、まあ、それはあの相手方が、ね、そんなの冗談だと分かってるような場合ね自動車あげようと言ってるんだけど、ね、いやそんな、ね、あのくれるわけがないやんってね相手がそんな冗談だと分かってるそういった場合は無効となります。でも逆に相手がその言葉を信じた時ね相手が自動車もらえるんだと本当に信じた時その時はえその一生じゃ有効となってしまいます。 はい、今この原則の方を、ね、覚えておいてください。全体構図では原則はどうなるか。はい、それでは次は、えー、虚偽表示というもの、その次です。こちらマークしてください。虚偽表示。 はい。これは、一緒になって嘘の意思表示をすること、虚偽表示と言います。前のページの心理療法は、一人で嘘をつくことです。ね、前のページの心理療法は、一人で嘘をつくこと。はい。こちらは、えー、両者で、両者で嘘をつくこと。 ちょっとそのテキストのの事例は少し分かりにくいのでえ不動産で考えてくださいえ不動産をえ売るつもりがないのに売りましょうとね嘘そで一生児をするで買う方も買うつもりがないのにね買いましょうという思表示をすること、まあ、それが虚偽表示ですお互いに嘘をつき合うこと仮想の売買です仮想売買それが虚偽表示。 はいで,なんで虚偽表示するかというと一例は、えー、その不動産を持っている人が借金を抱えてます。で借金を抱えている時に不動産を持ったままだとそれ債権者に差ししえられれてしまう恐れがあるわけ、ね、なので再建者から不動産を差し押さえられるこれを免れる目的で友達に頼んで不動産を売ったってことにしてしまうそんなことが行われることがあります。 それで、あの債権者に、えー、その不動産を持っていかれるのをね、まあ、防ごうとしているわけです。そういったケースが虚偽表示。ね、なので、これ売る方は本当に売るつもりもないし、から買う方もね、あの、とりあえずそういった差称さえを免れるという目的、ね。あ、じゃあ、それだったら、あの、協力してやるよっていうことで、えー、まあ、買ったっていう意思表を嘘で、えー、行っているわけ。 あの、本当の売買ね。本来の売買をしようっていう気持ちは当書館にはないわけです。そのケースを虚偽表示と言います。はい、こうやってお互いに嘘をつけ合っている場合ね。なので、前のページの心理留保がありましたが、心理留保の場合は比較で、えー、今の言葉使って単独虚偽表示と呼ばれることもあります。心理留保はね。こっちは一人で嘘をつくから単独虚偽表示。 ということもあります。はい、それから、えっと、逆に三十五ページの虚偽表示の方ね、これはあのよりあの詳しい言葉で言うと通報虚偽表示と呼ぶこともあります。通じ合って嘘をつくからね、通報虚偽表示。 はいまあ、すでに一人で嘘をついているか通じ合って嘘をついているかの違いです。じゃあ35ページ、虚偽表紙の場合は、えー、一生じゃ有効か無効かどっちになるか、はい、この場合は無効となります。こちらマークしてください はい。この、通報拒否表示の場合は、えー、お互いに嘘だと分かってます。はい。なので、このケースは一生じゃ無効です。一生じゃ無効。前のページの心理留保は、嘘をついてる方は嘘だと分かってるんだけど、相手方はそれを信じてる場合もあるわけ。なので、原則有効とするわけです。通報拒否表示はもうお互いに嘘だと分かってるわけだから、え、一生じゃ無効となります。 じゃあえっと次は錯誤っていうところ、これは勘違いで症状をしている場合です。こちらマークしてください。三十五ページ。 はい。作語は、まあ、勘違い。2行目真ん中のね、勘違いっていうイメージで結構です。勘違いで意思表示をしたとき。はい。そのときは、その意思表示は有効なのか無効なのか。はい。これちょっとね、あの、えー、上の心理留保や虚偽表示と違うところがあって、次のページ見てください。作語の場合は、どんな処理か。はい。こちらマークしてください。 錯誤の場合は取り消しができるという効果になります。さっきのに有効か無効かという区別じゃなくて取り消しができる、取り消しができる。三十六ページねこちらをマークしてください。原則としてその一消字は取り消すことができるものとなります。はいじゃあ取り消しってどういったことかね。 えー、38ページを先に見てください、38ページ。の図表取り消しは、一応有効に存在している意思表示をもともとそんなものはなかったことにしてしまう制度。 訴求という言葉、キーワードにしてください。 はい、えっ、ー、と、四月1日に意思表示がされました。で、これ、先ほどの錯誤と思ってください。勘違いで意思表示をしてしまった。勘違いで意思表示。で、この場合、取り消しができる意思表示となります。で、取り消しができるというのは、どういうことになるかというと。とりあえず、その意思表示は有効という扱いです。意思表示は有効。で、取り消せなかったら、もうずっと有効のままです。取り消せなければ有効のまま。 で取り消しもできるんで、えー、取り消しました。五月の一日に取り消しました。そうすると、えー、当初に遡って、えー、無効となるっていうことです。はいなので取り消しができるっていう場合はまあどっちか選択できるっていうことです。もう取り消ししないで有効とすることもできるし取り消して無効とすることもできる。 まあどちらか選べるということです取り消しができるという場合はねそのまま有効ともできるし取り消して無効ともできる、えー、勘違いして意思表示をするのが錯誤勘違いした時に、まあ、ちょっと勘違いして何か買ったんだけどまあもうこのままでいいやっていうこともありますよね。 で逆に勘違いでででで購入しししたたんでここれれは取り消したいっていうことうもあるるょう、まあ、両,方両方考えられるわけです、ね、勘違いがあったけど、まあ、結構これ気に入ってるからもういいかなっていうこともね、えー、ありますなので選べるようになってるわけもうそのまま勘違いがあったけど契約有効としても良いし、えー、勘違いがあったっていうことを理由に、えー、取り消して無効とすることもできるっていうことはいそれが取り消しができるっていうことね でその時の効果をもう一度確認してください、えー、取り消しをした時は遡って向こうとなりますそのことを「遡及項と言います遡及項。はい遡って無効ってことは4月の1日に一生除してますこれがもう当初からなかったことになるっていうことはいここで補助教材欄外に入れておいてください 補助教材のこちらの言葉、こちらの説明。えー、遡及項と将来項っていう説明ね、これ欄外に入れておいてください。遡及項っていう効果は、遡って投手から無効となる、という効果です。で、もう一つ、遡及項の逆で、将来項っていうパターンが、たまに出てきます。 将来項は将来に向かって無効となるという効果ですそれを将来項と言いますこの補助教材入れておいてくださいこの2つがあるわけね「初級項と「将来項で取り消しは初級項の方ですはいそうするとこの前の画面、えー、見てください取り消しは初級項だから えー、4月1日に一生児をしてとりあえず有効です有効ねで5月1日に取り消しました取り消すと、えー、遡って遡って初めからこの一生児はなかったことになりますそれが初有効ねで将来校という場合はまあ仮にですよ仮にこの取り消しが将来校っていうことだとどういうようになるかというと4月1日から5月1日まではこの一生児は有効です ここまでは有効と扱ってこの取り消しがされた以後無効とするそれは将来行ってことです。この今までは有効今までは有効として取り消しをした以後ね無効と変えるそれなら将来行。でも取り消しは将来行じゃないよってことです。 ね、取り消しをした以後、無効とするんじゃなくて、当初から無効。ね、最初の遡って無効としていきます。はい、まあ、そういう形で、あの、遡及項とね、えー、なる場合と。えー、っと、将来項とね、なる場合があります。取り消しは、えー、遡及項の方ね。 であのその将来校とするか、初求校とするかでどんな違いが出てくるかちょっとこれ難しいところですが、えー、っと例えば、ね、ここであのもともと AB 間で売買があってここであのさらに転売がされたとします。C、さんに転売、ね、そのときに、えー、この取り消しは初求校だからさかのって無効、ね、当初から無効となります。 そうするとこの時点でされた B から C への転売これも無効ということになるわけ。その AB 間がもう当初から無効だからねそしたらここでなされた B から C への転売も無効という処理。ところがこれもし将来項ということになるとどうなるか将来項だとここまでは有効と考えてここから以後無効と扱うからこの間でなされた B から C への転売、それは有効っていうことになっちゃうわけ。まあそういった違いです。即効と考えるか将来効と考えるかね。この期間ね、この期間でさらにされた、えー、行為が、ね、まあ共に無効となるか、それは有効と処理されるか、まあそういった効果の違いとして出てきます。はい。まあそこちょっとあ,あのあまりまた考え出すとややこしくなるからね。 まあ一応そ,あそんな違いかという漠然としたあのことで結構です。で今は、えー、と取り消しは将来校じゃなくて訴求校のほうだということを覚えておいてください。はい、では、えー、っと36ページね、はい、36ページ先ほどのマークのところもう一度確認してください。えー、作後で一生児をした時はその一生児は取り消すことができる一生児となります。 はい、よってね、まあそのまま有効とすることもできるし、取り消して逆上って無効とすることもできます。はい、では次三十七ページ、えー、詐欺。はい、これは交換のところをマークしてください。三十七ページです。下に降りてこの部分。はい、詐欺されたときは、えー、まあ昨後とね同様の処理です。 はいえー、と騙されて一生児をした時一応有効です、はい、でも、えー、その一生児は取り消すことができます、はい、こちらをマークしておいてくださいなので効果は昨後と同じですこれは先ほどの昨後と同様で騙されて 何かものを買わされたとします。当然それ取り消しができます。でも、まあちょっと騙されたかなっていうところは、えー、あるんだけど、まあ結構気に入ってるから、まあこのままでいいかなっていうこともあるかもしれません。なのでこれも、えー、選択できるようになっているわけ。もうその人がこのままで良いと考える場合は取り消せないで有効とすることができるし。 ね、いやもうこれは騙されたんだからぜひとも取り消したいという場合は取り消してさかのぼって向こうとすることもできるということ、ね、これもすでに取り消しができるという効果になっています、はい。それでは、えー、とこの一生児のところはそこまでで、えー、とこれも復習の時はそのマークのところだけ、ねえー、読んでもらったら結構です。マークのところ読んでもらって、えー、それぞれぞ 心理留保、えーううえーね、です心理流で一生児をした時はその一生児は有効か無効か虚偽表示による一生児は有効か無効か、ね、で錯誤の場合はどうか詐欺の場合はどうかね、まあ、それぞれその効果有効なのか無効なのかあるいは取り消しができるっていう効果なのかねそこをしっかり覚えておいてください。 はい、では次は39ページ代理っていう制度です40ページ見てください40ページ、えー。不動産の売買をするときに えー、当然本人で契約をすることも、えー、できますが代理人に頼んで代理人に契約を結んでもらうということも可能です。そちらの図表を見てください。本人の側が、えー、A 土地を買うで、まあ、相手方は A 土地を売ると、ね、いう関係があって、えー、左側本人側が代理人を立ててね代理人に契約を結んでもらうということができます。 まあこれはいろんな事情が考えられますけれどもえその契約の時に自分がそこに行けないとかねあるいはえ自分はその不動産の取引詳しくないからえ不動産取引詳しいえ知人に頼むとかねまあいろんなことが考えられますま。いずれにせよそういう形で代理人を立てて代理人にやってもらうっていうことができます。でこの代理のところもね選択構造ではもうざっくり。 しした内容しかやりませんけれども、えー、本論編民法では結構ね細かいところまで勉強しまして、えー、これあの試験では、まあ、1問は出ると、ね、思っていた方がいいたがですでない年もあるんだけどね、えー、民法民法合計20問、まあ、20問の中で、えー、1問は必ず出るぞと、ね、思っておいた方がいいところでそれは、えー、と使用書士がね、えー、っと本人から依頼を受けてダリンとして仕事をするからです。 まさしく、ね、その使用書士の仕事が、えー、本人の代理人として行う業務だからなので代理人として仕事をするからには代理についてちゃんと分かっておいてもらわないと困りますねということで試験ではこれ、えー、品質論点となってくるわけ、はい、それではテキストを、えー、こちらマークしてくださいはいまず40ページじめにのところ40ページです えと代理文書で説明するとちょっと難しくなるんですが代理制度とは本人と一定の関係にあるもの代理人が本人のために一生児をして、えー、その法律効果が全面的に本人に帰属することを認める制度キーワードのところ法律効果は本人に帰属するそこを着目しておいてください、はい、下の図を見てください。 まあこれが代理の形。A さんのあくさい、王の代理人が兵です。で、王の代理人兵が O ツと契約を結ぶっていうパターンね。一商事はどこでされるかというと、兵と O ツの間です。兵と O ツの間で売りましょう、買いましょうという契約がされます。はい、そしてそこで一商事がされるんだけど。 これに基づく効果、効果は直接本人に帰属します。はい、で、その効果って何かというと、テキスト三十ページ見てください。はい、効果っていうのは、この図のこと。この所有権の移転、ね、所有権の移転、それから、この債権の発生ね、これが効果っていうこと。 はい、この効果も直接本人の方に発生するんだってことです、はい。じゃあもう一度こちら40ページの図を見てもらって売りましょう買いましょうという一生樹は乙と兵の間でされてるんだけど法律効果は直接こうに規則していきます。具体的にどういうことかというとえこの土地の所有権土地の所有権は乙からこの兵に移転するんじゃなくて おつから直接こっちの本人に,に移転していくね。それから、えー、さっき出てきた引き渡し債権とか代金債権という債権ね、それも直接この口座に発生するということです。はい、それこちらマークしてください。こちらに書いてあります図の下。 この場合「代理家」の範囲内で「兵が行った行為の効果」は全て「為に帰属します。ということで土地の所有権は「おから「公」に移転所有権が直接本人に移転しますそれから「債権債務」これも「公」つかに発生代金債権と引き渡し債権です、えー。効果としては、 代金債権、代金債権はどうなるかというと、えー、オツがコに対して持つことになります。ね、オツがコに対して代金債権を持つ。ね、オツは直接コにね、代金払ってくれと言えるわけ。で一方引き渡し債権、引き渡し債権はコがオツに対して持つことになります。ね、本人コが、えー、オツに対して 不動産をこっちに渡してくれと請求できるようになります。はい、まあこれが代理の効果とねいうことになります。えー、普通の契約と違うところが、普通の契約の場合はこういう形、三十ページのように、えー、意思表示をした人、意思表示をした人にこうやって効果も帰属するわけです。 意思表示をした人に、債権が発生して、所有権も移転する。代りはちょっとそこはずれるっていうことです。意思表示をするのはここ。ね、意思表示をするのは乙、えー、と丙です。ね、でも、法的な効果が帰属するのがこちっとね、いうこと。ね、法律効果が帰属するのは、こちら、こうつということです。こうつにこう債権が発生して、所有権も乙からこうに移転する。 ね、そこは普通の契約と違うところです。はい、それでは次のページ見てください。四十一ページです。はい、こちら代理の種類マークしておいてください。四十一ページ。二種類あります。 代理には、代理と法定代理2種類あります。本人の審にを受けて代理人となること、これは、に代理と言います。もともと、法律で代理人と決まっている場合、こちら、法定代理と言います。はい、その違いがあります。えっ、ー、と、法律で代理人と決まっている代表的な例が、 未成年者の父母です未成年者の父母それは法定代理人未成年者のお父さんとお母さんは、えー、未成年者を代理して契約などを結ぶことができるこれは法律で初めから決まっているわけ民法で決まっているわけはい。そのに、えー、法律のすために基づいて 代理人となるケース、これは法定代理と言います。法定代理。で、本人が。あなたに代理人になってほしいとね、本人が頼む場合、この場合が任意代理です。任意代理。はい、なので、司法書士は任意代理人です。司法書士は。ね、じめから法律で、誰かの代理人と決まっているわけじゃなくて。えー、本人さんから、特に。 依頼を受けて代理人となりますから使用書士は任意代理人の方です、はいまあ、そういう形で代理人は任意代理と法定代理2種類あるぞと、ね、いうこと、はい、では次のページ42ページ見てくださいはいそれではこちらをマークしてください42ページ 件名という言葉はキーワードとしておいてください。件名、えー。これは代理が有効に成立するための要件です。代理が成立するためには、代理人としての一生じであること、えー。これを明らかにする必要があります。このことを件名と言います。 えっと今の「賢名という言葉キーワードにしてもらいましたが「賢、えっと、名の「賢」という漢字これも日頃あまり使わない漢字ですが「県、え、庁、ー、だとかねあるいは「顕微鏡」そんな時に使う漢字でこの「賢」という漢字はどういった意味かというと「えー、明らかにする」っていう意味の漢字です。明らかにする顕微微鏡鏡を考えてくだささい顕微鏡っていうののは、えー、小さなものを はっきりさせる鏡っていう意味ですよね小さなものを、えー、明らかにする鏡それが顕微鏡ですはい、そんなときに使う漢字なので顕名というのはどういった意味かというと名前を明らかにするっていう意味です名前を明らかにするそれが顕名ね、誰にが契約をするときはそれが必要じゃあ 誰の名前を明らかにする。ということを言ってるのか。これは当然。本人の名前っていうことです。本人の名前を明らかにすること。はい、それがなかったらだめですよということ。本人の名を明らかにすること。四十二ページの真ん中の図表を見てください。 四十二ページの真ん中の図表。そこの、こう乙丙っていう関係があって。これ、丙が、何も言わないで、乙と契約をしたら。乙さんはどう考えるでしょう。丙が何も明らかにしないで、乙と契約をしたら。乙は当然、目の前の丙と契約を結んでるんだと考えますよね。これでは有効な代理にならないということです。代理が有効となるためには、この。 代理人の兵としては、私は代理人であって本人はこうですっていうことね。これは明らかにする必要があるっていうことです。そのことを顕名とね言います。本人の名前を明らかにすることね。そして私はその本人の代理人の兵ですっていうことをね相手に示すこと、これが必要とされます。はい、なのでこの顕名がなかったらどうなるか。 ねまあ、分かると思いますが懸命がなかったら、えー、この契約は、えー、オツ陛下の契約とといいうことになってしまいます相手のオツはそう考えてるからね懸命、ね、がちゃんとされて好おつ間の契約となるわけはいそれでは次は無権代理っていうところを見てくださいこれ代理権がない、えー、時です はい、こちらマークしてください。四十二ページ。 代理権がなかったときを無権代理と言います、えー。上の図表を見てください。えー、上の図表で本人甲から代理に兵に、えー、っとあちょっと図表分かりづらいですが代理権の需要がなかったとねいうことです。代理権の需要があったらね有権代理、えー。その代理権の需要がなかったこの場合無権代理と言います。 代理権が与えられてないのに勝手に兵が皇、えー、の代理人ですと行動している場合です。はい、この無権代理がされた時のね効果どうなるかです。次の四十三ページ見てください。はい、四十三ページこちらマークしてください。 無権代理がされたときに本人ができること、追認とそれからもう一つ追認拒絶どちらも可能です、えー。手前のページの図をもう一度見てください。四十二ページの図、本人の子が兵に、えー、代理権を与えてないのにね、勝手に、えー、兵がおつと契約を結んできた。 でこの場合に当然、えー、公は勝手にされたわけだから、えー、追認拒絶、ね、その契約を認認めめなないいととここでですすは当然できますそれから認めることもできるということそれは追認これは勝手に、えー、権限がないのに代理人として契約をされたんだけど自分にとって都合がいい契約がされてきたということも可能性としては考えられます。ね、今の図で言うと 江さんは、まあ、本当にその土地をね買いたいと思っていたでその土地を買いたいと考えていたところ勝手に兵が先走ってね代理として契約を結んできたで結構ね、えー、いい値段で、ね、有利な値段で、えー、買い取るっていうねいい契約をしてきてくれているだそういった場合はもともと権限を与えてなかったんだけど、まあ、本人としてはそれを有効としたいっていうこともありえますよね。 はい、なので本人は無権代理だったんだけど追認をすることもできます。本人その契約を認めて有効の契約としていくっていうことです。はい、なのでここもね選択権があるってことです。本人はその無権代理にされたことを追認することもできるし、追認拒絶をすることもできるっていうこと。ね、どっちも選択できます。次の再告これは相手方の権利です。 相手方、無権代理人が契約をしたときに本人は追認か追認拒絶ができますでもそうなると相手方の方これ早くどっちか決めてほしいですよねね、いつまでも追認もできるし追認拒絶もできますとい,ういつまでもそんな不安定な状態だとね相手も困りますなので相手は、えー、再告することができます 前のページでいうと、オツさんね、オツはコウ、えー、に対してこの契約を追認するのか、追認拒絶をするのかね、早く決めてください、どっちかに決めてくださいと催告できるとねいうことです。相手にはその催告権が認められます。はい、それがこの下の図表ですね。どっちか決めてくださいとね、相手は催告できます。 でこれに対して本人がじゃあ、追認しますまたは追認拒絶をします、ねまあ、本人がちゃんと返事をすればそれで確定するんだけど本人が無回答だったらどうなるか相手からこの催告があったんだけど本人が返事をしないとき、はい、そのときの効果その下マークを押してください。 えー、追認拒絶からえー、っとはい次のページはあの見直すとねつながります本人が、えー、格闘しないときは追認拒絶はいちょっと画面を変えますねはい次のページ。 ええー、みす、ここまでマークしておいてください。はい、ええー、四十四ページはみなすまでね。はい、で、ここは、あの、みなすっていう言葉になってるから、前半、あの、出てきた通り。これも結論を、あの、覆すないものです。の、もうみなすということで確定してしまいます。 で、もう一度四十三ページ戻ってみてください。四十三ページ。相手から催告を受けて、本人がもし無返答だったとき本人が格闘しない時。ね、まあ、これは追認したとみなすっていう効果か。追認拒絶とみなすっていう効果か、どっちかになるわけ。ね、で、どっちにすべきかっていうことを考えてください。これは本人は勝手に無権代理されているわけだから。 相手からどうしますかと催告されて返事をしなかったでそれで「ついにみなし」はちょっと変ですよねついになしってことだと本人にその契約の効果が発生しちゃうわけです、ねはいまあ、それはちょっとおかしいので本人も勝手にあの無権代理されてるわけだからこの催告に対して無返答でも、ね、何も責任はないはずですななののでその場合はついに拒絶みなし ね、もう本人にはね、何も責任を負わせないっていうね、ついに拒絶見なしという効果となります。はい、では四十四ページはもう冒頭マークしてもらったところね、そこだけです。はい、では、えー、今日は時間なんでね、そこまでにしておきましょう。えー、次回四十五ページの条件期限からね見ていきます。はい、それではえー、っと生クラスの方は。 1>, えー、1週間後に、ね、また後期がありますので、それまでに、えー、今回の範囲ですね、しっかり復習しておいてください。えー、44ページのところまで、で言いました通り、あり、マークしてないところはもう深く読んだりする必要ないですからね、マークのところだけしっかり読んで、そこをしっかり覚えてくるようにしてください。えー、それれでででは、えー、全体構造編の1回目以上で終了いたたししますお疲れ様でした